今回は基本の照り焼きチキンの作り方を紹介します。皮はパリッと、肉はジューシーな鶏肉に甘辛いタレが絡まり、ご飯が進みます。焼いたタレに絡めるだけの簡単な料理ですが、ポイントを理解して作るとさらに美味しくなりますよ。それでは作っていきましょう。まずは鶏もも肉の脂肪や筋など余分な部分を取り除きます。皮の中にも脂肪がたっぷりとついているので、しっかりと取り除きます。脂肪や筋がある程度取れたら、内側から包丁を入れ、外側に開いて厚みを均等にします。鶏肉の厚みを揃えることで火の通りが均等になり、ジューシーに仕上がります。味の染み込みを良くするために包丁の先やフォークなどを使い、皮目を何箇所か刺しておきます。鶏肉に牛醤を小さじ半分入れて臭みを抜いておきます。牛醤がない場合は軽く塩コショウをしておきましょう。そのまま10分くらい寝かせます。照り焼きのタレを用意します。醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1を合わせておきます。ビニール袋に鶏肉を入れ、片栗粉を全体に薄くまぶしていきます。片栗粉を両面に小さじ1弱ずつ入れ、全体に薄くつけるように袋の中でまぶします。余分な粉は袋を押して落としておきます。粉の量が多いと焦げやすく、油を吸ってしまい仕上がりが悪くなります。このくらいに片栗粉をつけておきます。鍋をしっかりと温めて油ならしをしたら、鍋の油をしっかりと切ります。油を入れないで鶏肉を焼いていきます。鶏肉は皮を下にして焼いていきます。鶏肉を入れてから火をつけて、家庭のガス台なら最後まで通して中火で焼いていきます。皮は浮いてくる箇所があるので、ヘラなどで上から押さえて平らになるようにして焼いていきます。火のあたりも均等になるように鍋を回しながら鶏肉を滑らせて焼いていきます。表面に焼き色がつくまで大体 2,3 分を目安に焼きます。鶏肉から油が溢れてくるので、この油を使って
揚げ焼きにしていき、皮をパリッとさせます。皮がしっかりと焼けてきた後、感じたら裏返します。裏面も肉は均等に焼けるようにヘラで押さえて焼きます。余分な油があると油っこくなるので捨てます。キッチンペーパーなどでとってもいいでしょう。ここから1、2分を目安に焼いていきます。裏面もしっかりと焼けているかを確認して、また裏返し、照り焼きのタレを入れます。タレはよく混ぜてから流し込み、鶏肉に煮詰めていきます。だいたい1分を目安に絡めていきます。タレが煮詰まり始めたら、肉を返して裏面も絡めます。タレが鍋に少し残るくらいに煮詰めるのがちょうどいいです。できたら皿に乗せ、タレも残さずかけておき、粗熱を取ります。熱いので切りやすい温度に下がるまで置きます。照り焼きチキンを食べやすい大きさにカットします。真ん中から半分にカットし、それを1センチ幅の厚さに切り分けます。トマトとサラダを添えて皿に盛り付ければ完成です。残ったタレも上からかけておきます。今回は基本の照り焼きチキンの作り方を紹介しました。5つのポイントをしっかり押さえて作れば美味しくできるのは間違いないですよ。とのおさらいです。脂肪と筋を取り、肉の厚みを均等にする。片栗粉を薄くまぶし、旨味を閉じ込める。肉から出た油で揚げ焼きする。余分な油を捨てる、拭き取る。タレを煮詰めない、焦がさないように注意。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いいたします。